こんにちは。松野小成です。腹から痩せる方法をこの動画でお伝えしていきますね。ちなみに、女性も男性もね、共通の方法になります。僕はね、この方法を使って、もう特にね、ダイエットもせずにね、腹から痩せる理想の体型をね、もう25年間、もうずーっと維持し続けています。ちなみに、一度だけね、ちょっとこう体型めちゃくちゃ崩してしまって、もうぽっちゃり体型になってしまったことがあるんですけど、 あのクレーマーにね、ちょっとね、しつこくやられてね、それでストレスまみれになってね、こうなっちゃうんです、なったんですけど、まあ、それもねあの、クレーマーをねあの、無事退治し終わって、あの、半月もしないうちに、さっとね、元理想の体験ね、また戻しました。ちなみにちなみになんですけど、25年前はね、僕ね、もう本当、体ボロボロで、首の手術宣告は受けるわ、アトピーは全身に広がるわ、もう、からなんか下っ腹だけ、ポコンって出てるわね、胸は痩せ衰えてるわね、みたいなね、でしかもガニ股だしねあの、そういう体型でした。それをね、あの、ピシッと、あの、 理想の体型作ってね、それをずっと25年間維持し続けて、もちろん腹から、ね、痩せる、ね、その方法を、ね、ダイジェストでお伝えしていきます。ポイントはですね、重力なんですよ。重力、りんごがポトンと落ちるやつですね。で、この重力をね、胸で受け止めるのか、それとも背中で受け止めるのか、これによってね、結果が大きく変わります。ちなみに重力というのは巨大な力なんですよ。例えばね、あなたの体重、ちょっと。 心の中で思い浮かべてください。僕の体重は今69キロぐらいかなあるんですけど、まあ、その僕がね、69キロが体重計の上に乗ったら、体重計のメモリはね、ピュッて69キロ刺しますよね。まあ当たり前ですよね。でもね、その体重計をね、あの腕力でこう、ぐーっとね、押し付けてる、ぐ、うん、と押し付けてね、自分の体重と同じね、69キロメモリをね、ピュってこう出すなんていうのはね、よほどの怪力じゃない限り、無理ですよ。 でもね、ポンって体重計の上に乗っかったら、ぴゅって69キロ、自分の体重差すわけですよ、当たり前ですよね。つまり、重力というのは、普段我々はあまり意識してないけど、それぐらいの巨大な力が、24時間、365日、ずっと僕らの体にかかり続けているわけなんですよ、うん。この重力を敵に回すか、味方につけるか、これによって結果は大きく変わってきます。僕は、まあ、自分で言うのも何なん,なんだけど、 25年間理想の V 字型の体型維持しているのは、この重力を味方につけてきたからなんですね。じゃあ、具体的に、じゃあ、どういうふうにすればよろしいのか、はよろしいのか、ね、良いのか、話をしていきますね。まずね、重力が胸にかかっているのか、それとも背中にかかっているのかっていうのをね、意識するんですよ。うん、これね、イラスト、この,の載せてありますので、この猫背とか姿勢が悪かったり、それから反り腰もそうですね。そういう姿勢が悪いと、重力は背中側にかかります。 そうすると極端に言っちゃてやるとこう,こうなっちゃうわけですよ。重力がここにかかってこう,こうなっちゃうわけですよ。そうするとね、えー、肩甲骨は外側に広がるし、骨盤は開くし、まあ、骨盤が開くっていうのは、ね、お尻の穴が開くっていうことなんですけど、開くしね、で上,上半身がこうこう外側にこんな感じにこうなるわけですよ。そうすると、それを支えるための足ですね、2本の足、これは外側に開きます。開きます。要するにガニ股とか X 脚の原因にもなりますよね。それが理想は重力が胸側にかかる、胸側にかかるということは自然に胸が張るんですよ。 胸が自然に張って、自然にお尻がキュッとしまって、足もスッと伸びます。この巨大な力、重力をね、胸にかける。これがポイントになります。うん、で、その胸にかけるとね、あの、いろんないいことがいろいろ起こり始めるんだけど、その中の一つがね、肩甲骨が自然にね、こう、ぐっと背骨側にこう寄るわけですよ。肩甲骨って背中にあるこう、こんな三角形のね、こんな筋,筋肉じゃない、骨ですよね。で、それがね、自然にこう背骨側にこうーって寄るわけですよ。そうすると、肩甲骨には、 背中、お腹、腰につながる大きな筋肉がいっぱいくっついてます。その肩甲骨がクーってこう背骨側に寄ることによって、それにひっついてる筋肉がヒューって寄るわけですよ。このヒューって筋肉が寄っていく、これが何かというと、ウエストのくびれですよ。くびれができちゃうんです。しかもこれ、骨が動く、筋肉が動くなので、ウエストのくびれ、速攻でできるんです。速攻性があるんです。この方法をね、利用しない手はないですよ。 もう理想の体型ウエストの首でキュッとできたね理想の体型作りたいんだったら、もうこの重力を、ね、使わない手はないですね。あと重力に関してはね、重力が胸にかかると、関節の動く範囲がね、3割増えるんですよ。3割。まあ、関節がこうやって動くじゃないですか、こうやって動くじゃないですか。この動く範囲が3割増えるんです。逆にあの重力が胸が背中側にかかっていると、こうなっちゃって、関節の動き範囲が3割減るんですね。それで、まあ、ダイエットね、まあ、詳しい方はあのご存知と思いますけど、代謝ってあるじゃないですか。要するに燃やす力。要は 燃やす力力のの原動力っていうのは筋肉じゃないですかで。筋肉の動く範囲が3割減る、まあ、もしくは3割増える。これはあのダイエット、代謝に、ね、すごく影響を与えてきますよね。まあそういったことをね、あのきちんと、きちっと調子立ててね、学んでいけて、さらに理想の体型を作って、ウエストの首輪もキュッと作れるようなね、セミナー、鼻から痩せるオンラインっていうのをこれから開催していきます。